こんにちは。パッチ 6.45 で青魔導士のレベル上限が80に引き上げられましたね。今日はレベル70から80まで上げられる一人でできるパワーレベリングについてご紹介したいと思います。場所は温度の塩たまりにテレポして北西に移動したこの辺になります。やり方はディープシーリーチを釣ってクリオニットの近くに誘い込むと捕食されて一瞬でディープシーリーチの経験値を取得できます。レベル70でも捕食後のクリオニットを倒せるので、ディープシーリーチ2匹とクリオニット1匹の3匹をセットでやっていました。注意点としましては、ディープシーリーチを3匹捕食するとハイパー化してしまってクリオニットを倒せなくなってしまうので、捕食させるのは2匹までにする必要があります。レベル70から80まで上げるのに時間はだいたい1時間20分くらいかかりました。装備はずっとレベル70のものを使っていました。もしかするとクリオニットは倒さないで捕食だけさせて別の場所に移動するようにするともっと早く終わるかもしれませんね。ただ実際にはラーニングでも経験値が入るので、ここでレベル80まで上げきる必要はないと思います。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録もしていただけますと、とっても喜びます。